give a love。一人増えてる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 、あら、大春樹くんですよね。ああ、どうも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 。今日、またね、発表会前にということで、もう春樹くんにこの前ちょっとお話ししていただいたんですけども、またちょっと今日違うことをしたいなと思って、ちょっと出ていただいてるんですけど、よろしくお願いします。今日、もう一方来ていただいてるんですけど、どのようなご関係なんでしょうか。あ、はい。一応、はい。父親です。ああ、父親、はい、もしかしてと思うんですけど、違ったらすいませんけど、ステップアップ TV の1000人目のチャンネル登録者のサンシャインキッズさんですかね。あ、そうです。ああ、なるほど、なるほど。あ、どうりで、なんかそうじゃないかなとちょっと思って、はい。めちゃくちゃ狙って、1000人目を。あ、その説ありがとうございました。お金に変わってます。ありがとうございます。今日は3人というよりは、これは名字って名乗って大丈夫なんですか。あ、大丈夫。あ、斉田さん。斉田さんと一緒に遊んでみようみたいな企画をやってみようかと思うんですけど、これ大好評企画なんですよね。で、何をやるかと言いますと、皆さん、まあまあ、春樹くんはこう歌をやってると、音楽が得意なの、はい。ね、斉田家もみんな歌得意なんじゃないかなと。その腕を振るっていただこうかなと思うんですよ。はい、これ未だまだこの方々は何をやるのかをね、全く聞いてないんでね。聞いてないです。そう。いきなりなロシアンルーレットみたいなのが始まるのかもしれません。今からやっていただくことはですね、斉田家全員でイントロクイズに挑戦してみよう。当たりました。当たった。頭の中が本当。あ、こういうの挑戦していただきたいなと思います。はい、で、これやっぱね、全問正解してほしいけど、はい、まあね、難しいと思いますんで、15問ぐらい目指していただく。20問あります。結構あります。結構あります。結構あります。15問。あ、これ、ソンクエストで8分いかないんだね。そう、まだ2分だから。そう、やっていただこうかななんて思っております、うん。で、ほら、みんなそれぞれ世代がバラバラだから、どれやったらいいのか、ちょっと悩んだわけですよ。だってほら、90年代やったところで、春樹くんわかんないし、最新のやったらサンシャイン聞いてたのわかんないじゃないですか。ということで、この世代いいんじゃないかなって選ばせていただきました。21世紀イントロクイズ。割かし新しめでもあり、古いのもあるよみたいな、こう最大系が、分かりやすいやつだなと思いますので、これやってみようかなと、思っております。今から僕は20問流します。5秒聞いて5秒で答えるかな。はい、聞く時間、流れる時間確か5秒だったと思います。それまでにファミリー誰でも曲名言ったら正解にします。はい、はい、それで、15問目指していただくという感じにしていこうかと思いますので、頑張ってください。はい、何点ぐらいいけそうですか？妻得意なので。妻得意。お。はい。18問。18問。やばい。ハードルがめっちゃ上がった。さあどうなるでしょうか。18問ということで、ではやらせていただきたいと思います。頑張ってください。行きます。言わないと。始まりませんね。あ、これかな。さあ、始まりましたよ。21世紀イントロクイズ。あ、これ3秒です。3秒聞いて5秒で答える。3秒で聞いて5秒ですよ。さあ、お母さんも、小森くんも答えてね。じゃあ、第1問。ほら。ほまれ。ほまれ。あ、ホームラン。タイミングが。正解！あ、これ曲名だけで大丈夫です。はい、正解。おぉ、すごい。すごい。ホマレって聞こえてるの？ドライフラワー。あ、待って。ドライフラワー。ドライフラワー。え？なんで？正解！おぉ、さすが、幸先。全然わかりません。令和は、春樹が答えるみたいな感じでいいんじゃないですか。第3問。プリテンダー。プリテンダー正解！おー、すごい。
すごいすごいすごい。プリプリプリって。え、エビかなんか出てきたんかな。さあ、第4問。あ、これはちょっと、はずきくんにはわかんないんじゃないかな。フラジール。フラジール。ラジール。ラージールって言ってますよ、お母さん。正解！お、すごい！聞いたことない。エブリリトルシング、ラージール正解です。今、全問正解です。第5問。何気に曲名ウェイディングロード。ウィンディングロード。ワインディングロード。惜しい！スペルは分かったんですよ。ウェディングロードって。結婚式に出てた。第6問。あ、中島美嘉の。の雪の花。正解。すごい、すごい、すごい、すごい。まだ今、1問しか間違ってない。ほぼ全問正解です、今。すごい、すごい、すごい。7問目。マジで聞いたことない。ウルトラソウルって言ってませんでした、今。え、違う？答えは。ウルトラソウル。え？出たー！そう、ウルトラソウル。言ってました。曲を知らない人は分からないっていうね。まあ、これは、簡単問題。マリーゴールド。マリーゴールド。すごーい！お、すごい！なんか仕込みかのように当てますね。ほぼ今全問正解。第9問。あ、世界に一つだけの花。あ、世界の園。世界の一つ、ひた、え、世界に。正解。正解です。すごい。すごい、すごい。サンシャインキッスさんがすごい。第10問。白日。白目じゃなくて、白目じゃなくて。あー、正解！白目だったらダメでした。棒一個向いてたら。白日、正解です、正解です。すごい、すごい、すごい。11問目。いや、わかんないよ。え？わかんない？え？じゃーん。それで。うわぁ！小袋の桜でした。いや、今わかってた、その曲はわかってた。でも出てこなかったですね。はい、第12問目。マジでわかんない。やばいわ。散る中に忘れた記憶。桜？おお。あぶねえ。桜の次が桜っていう引っ掛け問題でした。危ないです、ね。そうです。正解です、正解です。すごい、今まだ18問いけますよ。本当にわかんないよ、マジで。わかんない。本当にわかんない。全然わかんない。ああ、小田和正さんのキラキラ。まだ15問残ってます。まだあと2問間違えられます。一言だけある。14問目。ああ、わかった。パプリカ。うん。パプリカね。パプリカ。正解。そう、すごいいいですね。いいペース。まだ3問間違いです。15問目。あ、これ発表会でやるな、今回。なんだっけ？聞いたことある。なんだっけ？聞いたことある。365日の紙コーヒー、うん、AKB48 です。さあ、まだ大丈夫ですよ。16問目。あんなに流行ったのに。あんなに流行ったのに。うっせぇわ。あ、ラッセーラ？うっせぇわ。正解。やっぱこれ間開くと忘れるね。やばいですね。正解。あと4問。あ、待って、なんか聞いたことあるけど。流行ったね、これね。わかんない。あ、マジで聞いたことある。わかんないよ。あー、ダイスのストラス。知らない。名前は知らない。一発デモンストですね。18問目。本当にわかんない。この辺はわかんない。わかんないな。あー！
ちゃんの会いたくて今。さあ。やばいですね。あと2問。なんだっけ。ひまわりの約束。もう言うかなと思った。正解。バターも取ってる。ひまわりの約束。さあラスト。曲名わかんない。有名です。ことある。あー、平井堅さんの糸見えポジションでした。やばい。さあ、まあまあ幸先は良かったですけども、では集計させていただきたいと思います。20問中13問最初すげえ、もうあのね、前半あれですよ、ほぼ全問正解だったんですけどね。やっぱ、あの、得意な世代と得意じゃない世代っていうのがあるので、どうかな。平成世代のやつでだいぶつまずいたかもしれないですよね。そう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 。曲名がやっぱり、思い出せない、うん。歌えるけどっていう。これ多分、例えば、うっせぇわなんかは、ほんと2、3年前だったらすぐ出てたと思うんですよ。今、聞かなくなったやろ。聞かない。ね。やっぱ、聞かんくなると、忘れるんですよね。これ本当に。そのダイスさんのストラスって曲も、一時期はもうアホのように流れてたんで、結構覚えてる人もいるかもしれないですけど、今そんな流れてないから、忘れちゃいますよね。そうそう、このイントロってやっぱ、印象に残るかどうかがかなりまあ大事なところなんですけども。いや、残念、もうちょっとでいけてたんですけど。いや、これでも、あと、なんかいざ流れてくると、緊張しませんか？緊張しません。で、なんか、よくあるのがね、曲名じゃなくて、歌手名だけ出てくるっていうね。中島美嘉の、みたいなやつ。いや、そこはいいよ、みたいなやつ。でも、なんとか、あの、雪の花出ましたね。出ました。まあ、これなんか、覚え方が結構あって、その、いきなり始まる系なのか、雪の花なんていうのはあれですよ、ちょっとマニアックな話すると、サビのメロディーと全く一緒のイントロなんで、タン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 って流れてるんですかね。今年さ、だから、なんか、そうやって紐付けていってですね、覚えていくと結構わかりやすかったりするので、ぜひ次回はまたチャレンジしていただければと思います。はい。どの時代が、だったら得意ですか？いや本当に僕、不得意なんですよ。あ、そうなんですか？本当に、曲名があんまり覚えられなくて。おお、卓研はできるのに。卓研はできるんですけど、できたんですけど。曲名覚えられるけど、卓研は覚えられなかったですけどね。難しかった。簿記もダメでしたけど。まあやっぱ、得意不得意っていうのがあるっていうことなんですよね。はい。最多期の皆さん、ちょっと、前半は良かったんですけど、ちょっと後半でつまずいてしまったということで、またぜひ次回チャレンジしていただければと思います。はい。よろしくお願いいたします。はい。このシリーズちょっとまたね、続けていこうかと思うんで、テレビを見ているあなた、急に始まるかもしれませんので、生徒の皆さん、確保しておいてください。はい、次は、今、笑っているあなたかもしれませんということでですね、チャレンジの方をお待ちしております。今日はありがとうございました。急に捕まえて、またよろしくお願いします。それでは今日は、斉田さんと、サンシャインキッズさんでした。ありがとうございました。ここまでになります。